デビュー当時の爆笑芸を大発掘。これも間違いなく史上最強の笑いです。名優竹中直人、独特の演技力を誇る彼は実はコメディアンとしてテレビに登場したのです。ではそのシュールなエンターテインメントをご覧ください。人生の中でな、あの吐くかな、吐くんじゃなかろうかなと思うとね、突然気合を入れて耐える一つのおじさんやな。あー気持ち悪い。じゃあ、笑いながら怒る人っちゅうの顔は笑ってるけど声怒ってるっていうのはバカかしいんだけどやるよ。ダメだろ、笑おう。可愛い子ばっかりいるからよ、俺は嬉しいよな。これ高橋君裸になってったからよ、特別サービスでな、ブルース・リーの顔して石田で哲夫の声を出すっていうのやるからな、これ髪型にポイントなんだよ。チーム、ここ来たんだよ。心配かけるなって言ったろ、バカ野郎。バッサマ、何かあるぞ。バッサミ、ヒサマト。ご存知久本雅美さん、デビューの頃は劇場でこんなアナーキーな爆笑芸を披露していました。恐怖の降霊会、題してオカルト二人羽織。久本さんと後ろに隠れている人が出している手が見事にシンクロしているのが見ものです。魔性の住処だわ、やめる劇場だわ。あなたは誰？出て行け！私もお前たちを殺す前に出て行け！お前らなんて無駄だ！やめて！私の体で遊ばないで！帰るんです！無理帰るんです！苦しみを、あなたの迷いを、喜びを！神なんか俺の方が偉大だろう、バカめ。どうしよう、何とかしなくっちゃ。そうだ、潜水だわ。こうなったらこれしかないわ。次はまたすごいですよこれ、はい、これね、はいはい、グルメ番組のリポーターの仕事が来たらどうするんでしょうかね。想像するだけでかぁなんでまるまるよ皆さん、どうや、なんでいいがな、オリジナリティ出しなさい、いいがな、出とんねん、どういう人らが来るんですか、はい、さあそれでは、はい、お願いします、どうぞ。マフェット、マフェット、ここまでは花王とご覧のスポンサーがお送りしました。どうも、牛とカエルのコンビ、パペットマペットです。よろしくお願いします。夫婦しむ、しむけなさ、そんなのなんて夜もバカ殿。